ゲオルギオス、あるいはジェルジオは、キリスト教の聖人の一人、古代ローマ末期の殉教者、ドラゴン大事の伝説でも有名である。キリスト教の聖人伝説をまとめた、黄金伝説には、数多くのドラゴン大事物語が記載されており、聖ゲオルギオス伝承もその中に記載されている。ゲオルギウス、ジェルジオ、ゲオルギーとも表記される。聖教会では、 聖第一名者外戦者ゲオルギーと呼ばれる。日本のカトリック教会では聖ジェルジオ純教者と表記されている。ゲオルギオスのギリシア語での語義は大地で働く人、すなわち農夫を意味する。ゲオルギオスの生涯ははっきりしないが伝えられているところによれば3世紀後半にパレスチナのリュッタでギリシャ系貴族のキリスト教徒の家庭に生まれた。彼の父親は ローマ軍人で、彼も小アジアのニコメディアで軍人となったという。ディオクレティアヌス帝は302年に、ローマ軍のキリスト教徒をすべて逮捕して、ローマの神々に捧げなければならないという精霊を、発し、ゲオルギウスも逮捕されて、帰郷を強要されるが、帰郷せずに殉教したと言われている。中世のジョージア国で描かれた遺恨詳細は、 セーギオルギオスとリュウ参照伝説の成立は11世紀から12世紀頃のジョージア国と言われる。カッパドキアのセルビオス王のシュフラシア付近に、毒気は振りまく、人には噛みつく、という巨大な悪竜がいた。人々は、毎日2匹ずつの羊を生けににすることで、なんとかその最悪から逃れることとなったのだが、それが通用するのはそんなに長い時間のことではなかった。 羊をすべて捧げてしまった人々は、とうとう人間を生贄として差し出すこととなった。そのくじに当たったのは偶然にも王の娘であった。王は城中の宝石を差し出すことで逃れようとしたが、もちろんそんなものでごまかせるはずはなかった。その代わりに8日間の猶予を得た。そこにゲオルギオスが通りかかった。彼は独立の話を聞き、よし。 私が助けてあげましょうと出かけていった。ゲオルギオスは、生贄にの行列の先に立ち、竜に退治した。竜は、毒の息を吐いて、ゲオルギオスを殺そうとしたが開いた口に槍を刺されて、倒れた。ゲオルギオスは、姫の帯を借り、それを竜の首につけて、犬か馬のように村まで連れてきてしまった。大騒ぎになったところで、ゲオルギオスは言い放った。 キリスト教徒になると約束しなさい。そうしたら、この竜を殺してあげましょう。こうして、異教の村は、キリスト教の教えを受け入れた。ゲオルギオスは、キリスト教を嫌う、異教徒の王に捕らえられ、むち打ち、葉のついた車輪での貼り付け、煮えたぎった鉛での釜茹でなどの拷問を受けるが、神の加護によって無事であった。王は、異教の神殿で、ゲオルギオスに帰郷を迫るが、 ゲオルギオスの祈りによって神殿は倒壊する。しかも、王妃までもが、ゲオルギオスの信念に打たれ、キリスト教に回収しようとしたため、自尊心を傷つけられた王は怒りに駆られた。王妃は夫であった王の命令により、ゲオルギオスの目の前で見せしめとして斬殺されるが、死の間際、私は洗礼を受けておりませんと訴えた。ゲオルギオスが、王妃の信仰の厚さを祝福し、妹よ、 あなたが今流すその血が洗礼となるのですと答えると、天国を約束された王妃は満足げに池を引き取ったという。ゲオルギオス本人も斬首され、殉教者となった。英国のハンソブリン金カンモスクワ首相ギリシャ陸軍機、イングランドやジョージア国、モスクワの守護聖人で、西方では14級難聖人の一人に数えられる。記事は、カッパドキアとする伝説が一般的だが、 言ュッタとする伝説もある。彼は、洋の東西を問わず、兵士、兵器工旅行者、農民の守護聖人として愛されており、メロビング町の系図は彼の子を祖としているほどである。祝日は4月23日、竜の奇跡の記念日は10月27日。彼の姿を描いた最古の絵は10世紀の東方のものとされているが、アルブレヒト・デューラー、ドナテッド、 ラファエロ・サンティなど多くのルネサンス美術にも登場する。彼の象徴は赤色十字旗と竜であり、白馬にまたがる姿が多い。イギリスでは19世紀以降、ソブリン金貨、クラウン銀貨に竜を退治するセイゲオルギオスの姿が描かれている。白地に赤い十字の図案、セント・ジョージ・クロスはイングランドの国旗に採用され、イギリスの国旗の一部として現在も目にする機会が多い。 ジョージアの国章やロシアの国章、モスクワの首相及び式も、セゲオルギオスの図案を採用している。ありがとうございます。